はい、ワンバンコ、YTK です。本日の動画なんですけどもね、近況報告ですね。ここ最近本当に動画を出してないわけなんですけども、まあ理由としましてはね、本当に仕事、プライベートがもう忙しすぎて、編集している時間がないんですよね。とてもじゃないんですけど、平日中に編集する時間が全くございませんでした。この間ね、やっと、日曜日ですね、この間の日曜日丸一日空いてたんで、今日はがっつり編集するぞと、朝からもう2本か、まあ、それぐらい編集してやろうと意気込んでたんですけどもね、なんと朝からトイレが詰まってるというとんでもないハプニングがございまして、あのホームセンターに行って道具買ってきて、ワイヤーだとかスッポンだとか重曹だとか、まあいろいろ買ってきてね、もう本当に何時間もかけて四苦八苦して、それでも詰まりが全然解消されなくて、もう本当にもうどうしようと。で、その日曜日中にこのトイレのそのトラブルを解決しないとどうしようもないと。というのも、もう平日忙しくて業者呼んでる暇がないわけですよね。だからこの休みの間、その日曜日中に何とかして解決しないとトイレに行けないと。でもトイレに行けないと思ったらね、もう編集してても全然気が散って、これはトイレのそのトラブルを解決してからじゃないともう作業ができへんということでね、もうほんと何時間もかけて頑張ったんですけども、結局何も解決せず、でそれでもやっぱトイレ行きたいわけですわ。あのウーマルコですね、あのうんこしたいわけですよ。もう今詰まってる中でうんこなんかしたらえらいことになると、もう大惨事になると、本当緊急やったんで、あのコンビニへ行ったわけですね。コンビニへで、まあコンビニでウーマルコですよね、うんこをしてうんこブリブリしたわけですわ。で、すっきりして、で、まあ、さすがにね、トイレだけ帰ったら気の毒なんで、ちょっと買い物して。で、もうそれがね、もう夜の7時ぐらいやったんですよ。本当に、もう丸1日かかって頑張ってたんですけども、結局解決しなくてね、帰ってきたらですね、なんか表が騒がしいわけですよ。で、なんやろ、何しててやろと思ったら、どうも業者が来てましてね。で、聞いたら、あ、なんか下水詰まってましたわ、言うて。うちのトイレちゃんかいとそのトイレの先が詰まってたみたいで僕朝から頑張ってたあれは何やったんて、ともう必死こいてね、あれですわ、あのラバーカップ、いわゆるスッポンですね、最初でかいの買ってきて、そしたらあのうちのそのトイレの口と合わないんですよ、あの排水口とね。でしゃあないからもう一個ちょっとちっちゃめのやつ買ってきたりして、そのスッポンの使い方ですよね、それを YouTube でもう何十本も、本当に何十本も動画見て、でそれを何回も、本当にね、何回したか覚えてない、もう何時間もかけてずっとやってたんですけども、全然手応えなくて、なんだこれは、もうよっぽどすごいのが詰まってんねやろなと思ってたら、そのまあうち集合住宅なんで、でその集合住宅の下水の先ですよね、大元の方が詰まってたというとんでもない、あのしょうもないオチでした。そのおかげでね、ほんと僕朝からね、結局晩の7時ぐらいまでか、だから11時間ぐらい格闘してたんですけど もう無駄に終わったと。であまりにも疲れてね、もう編集する気もなくなって、結局貴重な貴重な日曜日ですね、ついこの間の日曜日も何もできずに終わってしまったと。下手したらまともに活動できるのはあの正月休みで、また正月休み めっちゃ短いんですわ、うちんとこ。30日まで仕事で、31休んで、で1、2、3休んで4日出勤ですわ。たった4日しかないんですよ、あの正月休みもう何せだから予定も全然決めてないですね。多分1日中編集してるか、まあ、初走りどっか行くか、もう全然予定決めてないですけどもね。ということで、最近全く動画上げれないので、ちょっと適当なアフレコ動画を軽く撮ってみました。ちょっとあの本格的な動画はちょっと今しばらくお待ちください。あの必ず何かあげますんで、はい。ということで、以上となります。ご視聴ありがとうございました。